はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村の農業日記、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、今日はですね6月の15日ですね、土曜日にこちらの動画撮影してるんですけど、今回はですねテーマとしてはちょっとねこちら育苗ハウスの方に来ております。育苗ハウスの、まあ、進捗状況と、あとねちょっとエラーの苗がありました。そちらのご紹介動画になりますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちら育苗ハウスの方に来ておりますので、今回もねちょっとまあ、病気の苗がありましたんで、まあ、あとはこちらのね育苗ハウスの進捗状況のご紹介もお願いします。はい、こんにちは。6月中旬ですね、ちょうど、だいぶこれはねカンナ姫なんですけど、お今朝見てたら水かけなんかもやってるんですけどね、薬なんかでも消毒をしてるんですけど、どうしてもエラーですね。具体的に前も一度動画の方で上げたんですけど、硫黄病を今頃でも発生するっていうことで、これ気がつくのはちょっと遅れちゃったんですけど、わかりますかね。葉っぱが1,2,3 で、これが小さい、はい、ちょっと、ハサミの方にフォーカスが立っちゃって、はい、はい、OK です、はい、で、子供の方にも完全感染しています。これこんな感じ、これが EO です。完全にこのトレーは完全にもう捨てちゃうっていうような感じなんですけど、新規就農なんかの人もね、いつでも病気は出るということで、うちは特に多品種を作ってますから、いろんな種類を作ってるとどうしてもね、病気もいろんな病気ですね、やっぱり苗によっても違うっていうことで、こういうような感じになりますから、ちょっとおかしいなと思った時はもう迷わず取り出し、ハウスの外へ持ち出して、ちょっと遠くさ、処分するっていう感じですね。こういうふうに、ランナーももうだいぶ刺してきたるんで、あと1回ぐらい刺せば大体終わりなんで、あとこのやつを刺せば大体終わりかなと思ってたら、こういうのが出ましたから、やっぱり、いろんな種類とか、やっぱり時期もちょうど暖かいから、殺菌剤をかけててもこういうエラーは出ますから、新規就農なんかの人は特にね、見たことがないとか、じゃあ、後になって、9月になって、本舗の方へ入って、たくさん出たら大変ですから、ちょっとおかしいなっていうのと、こういう風に気が揃ってたらガタンってこれ、もうちょい早く気がつけばよかったんですけど、急に、元気がない苗を見たら異様だったっていうような感じです。はい。はい。一つ質問なんですけど、このような場合は、ランナーの方にももう出てますので。もう出てるからランナーもダメ。処分。全部処分です。これは迷わず処分っていうことで、予備苗はね、あらかじめ余計に作っとくのは仕方ないことかなと思います。まだ6月中旬ですから、苗の方はまだまだたくさん出ると思うんで、いろんなエラーの品種が出た時は迷わず捨てるっていうことですね。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、こちら育苗ハウスのね進捗状況と、まあエラーの苗といってもこの硫黄病のね苗のちょっとご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。まあね、この育病期に出してはいけない病気っていうのは2つ、絶対的に2つあって、炭疽病と硫黄病、その中の硫黄病ですね。あまりこう出してはいけない病気ですね。やっぱりね、この炭疽病もそうなんですけど、硫黄病ももちろんなんですけど、両方ともですね、こう出してしまうと、その苗自体はもう使い物にならなくなってしまうってところが非常に出してはいけない病気になります。で、このような苗ってね、やっぱりね、育苗期の数がやっぱり多く作ってくると、やっぱその中でも何本かは出てくることかとは思いますんで、まあそういった場合は、出てしまった場合は早期発見で、もうすぐに捨ててしまうっていうのが一つのやり方になってしまいますんで、まあぜひね、すぐに見つけた場合はすぐにこう、もう、損切りするというか、もうダメだと思ったら捨てるっていうのが一番いいかなと思いますんで、ぜひね、ああいった苗がありましたら捨てていただけるのがいいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。だって、ね、次回も動画撮っておきます。先生ご覧ください。最後に来ます。これが農業です。
はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、私的なやつのお話になっちゃうんですけど、健康診断、毎年1年に1度5月の連休が終わってから家内と受けても、20年ぐらいやってるんですけど、どうしてもデータが毎年毎年出てくると、やっぱり目、耳、あと体脂肪、脂肪です、脂肪肝の方はだいぶ良くなってきたんですけど、目と耳がね、やっぱりね、高い音がダメとか、目の方が急に悪くなってきたんで再検っていうことですね。家内の方もね、骨粗鬆症の方が少し出てるっていうことで、今日医者の方行って、治りはしないんでしょうけど注意されるっていうような感じで、人間も車も車検があると同じように、やっぱりメンテですね。新規収納なんかの人はきっと若い方が多いと思うんで、健康なんていうのは全然もういつでも健康だと思う言ってると思います。私もそうでした。目や耳がね、こんなに悪くなってたのかなっていうことで、いやもう3年ぐらい前からだいぶ耳の方はね、高い音がね、ちょっと聞きづらいって言われてたんですけど、すこぶる生活には問題ないから、でもやっぱり多いですね。これは仕方ないっていうのと、習慣病をですね、あとは脂肪肝やいろいろな細かいところはあるんですけど、農業の場合に関してはね、普通にやってればそんなに、体的には異常は起きないと思います。汗をかいたりね、睡眠をとったりしてればって思うんですけど、1年に1度ぐらいはメンテですね。で、また食事制限をしなくちゃならないような感じに受けてるんですけど、耳と目はもう治らないと思うんでね、悪くなるのを少し遅らせるぐらいだと私個人的には思うんですけど、ちょっと時間が出たら名車と耳鼻咽喉科は行かなくちゃならないのかなって、書いてあったんで、経過観察、何でも経過観察っていうような感じで、大きな病気になっちゃうと大変なんですけど、そんなような感じです。そんなとこです。はいですね、次回の動画の告知になります。次回の動画なんですが、6月の21日金曜日配信になります。内容としてなんですが、育病ハウスの方に行きましてね、今の進捗状況ですね、ちょっと見ていこうかなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。やはりここ最近非常に暑くなっておりますので、熱中症にはお互いに気をつけていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。